なき力の子を咲くすべてささげろ、一か八かと抱くと先生花を咲かせよ、掴み出す想いと勇気胸に包み込んで掴め栄光僕らの住んでいたいのに。わかりました。えっ、何ですか急に。これはあなたの知らない地表の7割を青い海が占めるとある美しい星の記録。その星の人類はまだ大きな戦争を知らない。自由と共生を尊ぶ民主連邦合衆国ユニオン、貴族による栄光の歴史を誇る立憲君主制国家ロイヤル、高度な機械技術の研究が続けられる軍事帝国鉄血、そして東に位置する列島で独自の文化を育む和の国獣王、頼り突出したこの四陣営が中心となり長きにわたり平和な世を築いていたの。防衛を担うのは異能を備えた女性だけで編成された特殊艦隊。彼女らはその役目から艦船と呼ばれ、各陣営の顔とも表現できる重要な存在よ。恐ろしく強大な偽装兵器を扱える艦船たちが争いを望まず、お互いを信じ励まし合うことで世界はより一層元老に守られてきたわ。まあ二回にわたる世界親善試合では、陣営の利権をめぐって、試合の表裏で激しい衝突があったりもしたのだけど、
本当の脅威となる存在はそれまでなかった。でも今は少し違う。ある日を境に突如として海に現れた謎の集団セイレーン。彼女たちは未知のテクノロジーと兵器をちらつかせ、全世界に対して威嚇行為を行った。目的を明かさない上に神出鬼没なセイレーンを前に、各陣営の緊張は高まりつつあるわ。以上が前置きよ。あなたはどの陣営のことが気になる？今回は獣王の視点で観察してみましょうか。ちょうど演習が始まるようだしね。栄えある獣王艦隊の諸君、よくぞ集まってくれた。本日は晴天であり、そして絶好の訓練日和でもある。あ、今回は二人一組となり、各自で周辺海域の模擬索敵を行った後、おのおのに課せられた目標地点に到着後、打歩の演習を合わせて行う。あ、うん、分かってはいたけど、やることがたくさん。緊張するでありますな。技術の向上を図りつつ、連携の基礎も学ぶのだ。それが生存確率を高めることにもつながる。では演習を始めると、前列から順に走れ。まずは綾波、雪風。綾波、行くです。ふふん、この雪風様に任せるがいいのだ。あら、皆様見事で豪快なスタートであります。島風ちゃんは初めてだったよね。私もだよ。ペアは別になったけど、今日は頑張ろうね。本番で緊張しないために演習があるのですから、ここで緊張しては本末転倒ですわよ。お二方、ありがたきお言葉です。続いて金剛、山城。華麗に参りますわよ。ついてらっしゃい、山城。はあ、頑張ります。おお、金剛さんと山城さんもすごい。はっ、4人とももう全く見えなくなった。なんて速さなんだ。白露、阿部熊。次から次へと。美しい。どうしてあんなにも息の合った航行ができるのでありますか。島風、にわかに緊張してまいりました。島風、大丈夫？あ、はい。駆逐艦島風、特に問題ございません。戦艦駿河殿、威勢はいいな。安心してよ。正直なところ、自分は本日駿河殿と組めて本当に本当に良かったであります。その沈着冷静さ、見ているだけで思わずこちらも安心する次第。そう、ええ、機関役を駿河殿に務めていただけるなら、自分はその後全力で追っていくだけでありまして。やはり戦艦の方の頼もしさは格別ですな。まあ所詮は訓練であるし、どうとでもなるでしょう。なってください。あれ、何か言いました？いいえ、何も。それより次は私たちよ。あ、本当ですね。最後は島風、駿河、行ってこい。あ、駿河殿お一人で？お待ちを。急に。さてと、
島風は早いぞ。どんどん行きますよ。これも回収しておきましょう。ルールルー、島風艦隊気合は十分です。いや、なんとか追いつきました。さすがは駿河殿、速力も見事なものでありますな。まあね、よほど急いだからでございましょうか。近くにいるはずの皆の姿が全く見えませぬ。まさか我々が皆をごぼう抜きしてしまうとは痛快です。まさか緊張のあまり航路を間違えたかもしれない。どうされました、駿河殿。勝ち誇られるのかと思いきや、顔色が悪いようですが。あれを見ろ。おや、なんでしょうね、あそこだけ妙に雲が。わあ、急に嵐が出てきました。あの船は、駿河殿、一体何でございましょう。まるであの船の出現と同時に天候が大荒れになったようにも見受けられますな。そんな、まさか、セイレーンだ。なんですと。はい、普段の演習もセイレーンに備えてのものだと常々伺っておりましたが、まさかの本物と遭遇でございますか。ああ、これはもはや単なる訓練ではない。私が航路を間違えたばかりに。打破してご覧に入れましょうぞ。なんでそうなるんだ。いいか、まずは慎重に接触。教本でもそうあっただろう。接触した後に打破でございますよね。打破から離れて、勇み足が過ぎるから。ひとまず演習の仲間を探してこの海域から離れよう。不用意な特訓はそれだけで危険を招くぞ。すみません、島風は慌てんぼうものだとよく言われますが、実際は物好きで無鉄砲というところでありまして。なおさら太刀が悪い。未知との遭遇、接敵に心が躍りすぎていたようです。もう大丈夫です、島風、冷静になりました。ちゃんと話せて幸運だよ。それじゃあ、島風は私が離脱するまで重要な役目である陽動を務めるように。せいぜい私の役に立ったよね。はは、負傷しまかせ、喜んで駿河殿の盾になって死んじましょう。うわ、バカなのか鋭いのかどっちなのよ。いけない、駿河殿、そちらにも敵がおります。え、突然海上に現れた。よけられない。間に合え、降参流砲術でーい。すごい、量産型とはいえ一撃で落とすなんて。セルカ殿、申し上げにくいのですが、おそらく共に戦った方が皆様のもとへ行き着くのは容易と思われますぞ。セイレーン、艦隊級の規模だというの。あちらはどうやらやる気です。荒い接触と相なりましたが、喧嘩ならば話は容易。何機か叩き落とし、敵の威勢を削ぎましょう。仕方ない、敵戦力を沈黙させる。私も攻撃を開始する。はい、我々の砲雷撃、核と物どもにご覧入れましょう。ゆっくりしましょう。あ、はい、いつでもどうぞ。
ち、ふっと。私か。くらえ。あだ。これで。当たったの？守備をおろそかにしないで。燃えるぞ！どうかしら。これ。どうかしら。これで誰も不満ないでしょ。テレレテン V。 いやー、暴れましたな。敵艦一通り駆逐できました。無人の量産型程度では駿河殿には物の数でもございませんでしたね。表情一つ変えぬとはさすがであります。息つく暇がなかっただけよ。さてと、ただ働きもなんですから、打破できないか探し回るといたしましょうか。まだそのネタを引っ張るの？島風、捜索を続行します。駿河殿は先に皆と合流なさいますか？もういい、私も行く。放っておいたらこの子どんどん危ないとこ行きそうじゃない。まったく。さてと、すごい気迫ですね。戦う前から震えてきました。殿、見るからに怪しい輸送艦が見えます。あからさますぎる。これはきっと駿河殿、島風が先行します。島風が回り込みながら雪足を止めますから、駿河殿は後方から攻撃を。いや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 、これどう見ても罠だから。近づいたらきっとダメなやつだから。島風、駆逐艦島風参る。行ってきた。隙間時間も無駄にはできませんね。やればいいんでしょ。させてしまいましたな。ダホとは核も加減が難しいものだったでありますか。その通りよ。あと壊れた船からなんかいっぱい流れ出てるんだが。ふーむ、キューブとでも申しましょうか。独特な形でございます。水晶みたいで綺麗だな。ほーい、でっかい爆発がしたと思ったら、一体お前ら何をしでかしたのだ。ああ、綾波さんに雪風さん。発生した妙な障壁に阻まれて
到着が遅れたです。綾波と雪風でなんとか突破してきたです。二人とも大事はないです？はい、島風と駿河殿はピンピンしています。妙な機械の残骸が浮かんでたけど、あいつらの仕業だったのか？実はですな、駿河殿と一緒に一丁セイレント。あ、これセイレント交戦したのですか？なんて危険なことをしたのだ。お前沈んじゃってたかもしれないのだぞ。いや、あちらも本気というほどではないようでしたし、そのセイレン、どんな戦い方でした？綾波、そこ今聞くことじゃないのだ。駿河もついていながら何やってんのだ。これ後でタコにみっちり怒られるやつなのだぞ。そうですかね。ダフにこそ失敗しましたけど。もうそれはいいって。今回ばかりは雪風様並みに幸運だったのだぞ。無事で何よりでした。さあ二人とも、まずは一緒に帰るです。ふっふっふ、島風の時間ですな。さてと、お、反応レアですよ。これすごいです。休憩終わり。これも回収しておきましょう。ルールル。何を考えていた？しっかり反省しなきゃダメよ。ごめんなさい。申し訳ございません。両名とも気が動転していたところで、早急に逃げるもかなわず。何を言い訳じみたことをのたまうか。命があったから良いようなもの、危機として精錬艦を探し回るなどとは。私がしっかり止められないばかりに。そうだな、先輩としての義務を果たせたとは言い難い。お仕置きが必要かしらね。そんな、駿河殿に席はございませぬ。どうか罰であればこの島風だけに。そういうわけにはいかぬ。周りにも危険が及ぶところだったのだぞ。ねえタカオ、実際のところはみんな無事だったんだし、そろそろ許してあげたら。私いい加減しょげた島風ちゃんたちを見るのも疲れてきちゃったな。まったく、次はないぞ。ほら、二人とも言った言った。始末書は忘れるでないぞ。はっ。やれやれ、一時間もぶっ通しで説教を続けるやつがあるか。騒がしかったぞ加賀さん。かたじけない不甲斐ない新兵に対し、拙者は思わず。まあいい。それより、あの二人が破壊した船からだが、奇妙な物体が流出したようだ。未知の物質らしい。心配ね。危険はないのかしら？わからぬ。長門様や姉様も気にしている。後で調べるから、共に来い。私も出る。よい。お供するわね。呼びかけにも答えていただけない。島風が好奇心に駆られたばかりに。島風はせっかくのパートナーを失望させてしまったのですね。うわ、怒られるのと始末書だけで済んだ。よかった、私まだ生きてる。もうこのことは関わりたくない。関わりたくはないけど、あの敵に襲われた時はありがとう。え、駿河殿？
島風が駿河殿と組んで、偶然にもセイレーンの待ち伏せ艦隊と戦ってから、これは3日後の出来事になります。島風は一人、獣王のお偉い様方が宿泊されているこの海上リゾートへの出頭を命じられたのでした。獣王における最重要人物のお一人、祭事などをまとめておられる長門様からの直々のお呼び出し。リゾート自体は獣王の領海上に存在するのですが、ここには獣王のものでも滅多なことでは立ち入れないのです。一言で表現すれば特別なエリアなので、ドキドキしている気持ちはありますありますけど。そんな場所にあんなことをやらかした後で呼ばれたのですよ。さすがに島風も休んだり褒められる目的じゃないことくらい予想がついております。前回は武者震いでしたが、今回は普通に震えています。いや、ガイドの方にも来てもらっているのですけど、不相応な場所に足を踏み入れてる感じがひしひしと伝わってきますよ。はあ、もう倒れそうです。島風ちゃん、いらっしゃい。連絡を受けて待ってたよ。ああ、そしてガイドの私も倒れそう。どうされたんですか、山城さん。お気を確かに。山城はね、そそっかしいの。不相姉様の勧めで責任ある仕事についてなるべく気を張るようにしてたんだけど、島風ちゃんが到着する前にもう使い果たしちゃったかな、気力を。山城さん、せめてここから島風が待ち合わせの建物に行きつけるまでは粘ってください。ほら、島風持参の酸素コーラです。大波を、少しは気力が湧いてくるでしょう。ありがとう。落ち着かれましたか。ありがとう、生き返るよ。もう大丈夫。それで山城は何をすればいいんだっけ。大丈夫じゃなかった。ガイドです、ガイド。島風をどうか長門様のところまで連れて行ってくださいませ。ごめんなさい。山城、どうして自分がここにいるのか理由を見失っちゃいけないよね。さあ、こっちだよ、走るよ。おっきゃ、急ぎすぎて転ばないでくださいまし。山城のことを構わず先に行こうといいです。だから道がわからないんですってば。山城さんが案内しなくてどうするんですか。もう島風がおんぶするから道案内をお願いいたします。よいしょ。おお、島風ちゃんの背中、いい匂い。道はね、鬼が出るか蛇が出るかですね。ちゃんとした案内が始まってからは案外到着が早かったでありますな。島風の足もさることながら、さすが戦艦といったところでしょうか。島風と別れた後、お一人で帰路につけたかどうか切実に気になるところではございますが、だがしかし、今や人様の心配をしている余裕がございません。早く建物の中へ入らなくては。の知っている旅館の軽く10倍は大きいぞ。すっかり道に迷ってしまいました。万事休す。戦
建物を探り当てながら待ち合わせの部屋がどこかわからない。またどなたかに聞くしかないのでしょうか。ん？お主、どうしたのだ。おお、天の助け。実は長門様にお呼ばれし、はるばるここまで来たのですが、長門様とは面識もないもので、かくかくしかじか。お会いする前からこれ以上の非礼を重ねるなど、もう言語道断でありまして、しかじかかくかく。ふむ、そうか。ようやく来おったのか。まったく、ずいぶん待たせてくれおったわ。その口ぶりですと、何かしら長門様についてご存知なのです？当然のことである。余が長門だからな。え？と、大事なことだからもう一度述べるぞ。余が長門である。あ、まったく、しばらく式典に顔を出さぬようにしていたら、もう新人には顔も覚えられぬときたか。やはり数件といえど、ヤマトに役目を譲ってしまったのは間違っ…ヒュー…突然気絶しおった。長門様、廊下で大声を出されるとは何事ですか。赤木、これ…あらまあ、無礼者を手打ちにでもなさいましたか。違う、こやつが勝手に倒れたのだぞ。こういう時の蘇生はどうやるのだ。水か重油か。水でよろしいのではないでしょうか。どれ、私の水筒を使うといたしましょう。殴るの？島風は一体…ようやくお目覚めね、この無礼者。御前である。頭が高いわ。全て思い出しました。無礼の数々。こうなっては腹を切ってお詫びを。またぬか。まったく、このままではおちおち会話もできぬ。えい、一旦場を改めようぞ。これも回収しておきましょう。まあ、何かには使えるでしょう。さて、ここいらでよかろう。縦横艦隊に参加する新人よ、後継についてお主の思うところを言ってみるがよい。基地からは少し離れただけなのに、この海はとても心地がいいですね。うむ、この凪は人当たりがいいです。足先で蹴るのが気持ちいい。濁った海とは違いが明らかで、思わず一っ走りしたくなるような。景色も見渡す限り何もなくて青一色で、心が洗われるようです。うむ、海などどこも同じだろうとのたまう者もいるが、人と同じようにどの海にも個性があるのだ。よかったですね、長門様がそのようにはしゃぐお姿は私久々に見た気がします。ああ、ここへこの者を連れてきてよかったぞ。主よ、名は何と申した。あら、お教えしましたのに、お忘れになったのですか。こういうのは直接本人に名乗らせるのが大事であろう。はっ、私は島風、駆逐艦の島風であります。うむ、第一号型哨戒艇ゆかりのものであったな。道理で風貌にたがわぬ風を感じるよ。では島風、これより呼び出した理由を語ろう。はい、何なりと。先日セイレーンと戦ったそうだな。お主が唇を切ったと聞いておるが、違いはないか。はい、抗戦してしまいました。そのこと自体はもう良い。
怪我人も出なかったようであるし、ヨが聞きたいのはセイレーンがどうであったかだ。どのような兵装であった？指揮官はおったのか？はっ！指揮官にあたる人物は見当たりませんでした。我々の教本にも写真が載っているような見知った量産型のみで構成された艦隊で、セイレーンの兵器としては基地のものであり、性能としてはせいぜい中の下といったところでありましょう。ええ、大した相手ではありませんでしたよ。攻撃こそ受けましたが、近づいた者への反撃、戦力性はなく動物的な反射のように感じられました。ふむ、海上に設置された鳴子のようなものかの。それにしては数の多さが気になるが、そういえば量産型の艦隊の奥には輸送艦らしき船がおりました。そうであったな。その報告も駿河から聞いておる。ダホにはしくじったとのことだが。すみませんでした。よい、こうしてお主が無事で話を聞ければ十分よ。そしてその船からは何かが。キューブでしょうか。正式には何と呼ぶのか、それはセイレーンさんらに聞かないと分かりかねますが、こんな形をしておりました。ふむ、これが多数流出していったと。便宜上当面はキューブを正式な呼称としようぞ。ここまでの島風の話をまとめるとどうなる？はい、キューブを搭載した輸送艦を守るべく無人機たちを展開していたものと推察ができますね。世もそう考えておる。同意していただき恐縮ですわ。む、どうかしたのか？その、私めが無知なところ大変恐縮なのですが、長門様と赤城殿はどのようなご関係で？私は長門様の摂政みたいなものよ。今くらい様付けはよせ。島風のような若い兵を前にそう形式にこだわることもなかろう。いいえ、これはけじめですよ。どうかお気になさいませぬよう。そうか。おや、どなたかがこちらに向かってこられますよ。ああ、あれは加賀たちね。命じておいた調査が終わったのでしょう。皆さん、こちらにいらっしゃったのね。ただいま戻りました、長門様、姉さ、赤城。お前は。島風、呼び出しを受けたのか。まさか長門様に無礼を。あ、いえ、この前の件でですよ。さすがの島風もこの数日はおとなしくしておりまして。あだ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 。騒がしいぞ、取り乱すでない。ずいぶん人が増えたの。まあよい。で、誰ぞ面白い報告でもあるのか。は、普段の現場で流出した立方体ですが、実物を数個持参いたしました。あ、キューブですね。これが噂のキューブ。ごん、セイレーンのものとは思えぬ美しさをしておる。材質が未知のものというのは間違いありませんわね。触らずともわかります。確かにこんなキューブは初めてですね。ええ、不可思議なことにこの立方体はキューブ。立方体はキューブ。加賀、いつの間にか名称が定着したみたいよ。こうなっては合に従うべきでしょう。せめて一人くらいは私の援護をしたらどうなんだ。はい、わかった、キューブな、キューブ。このキューブ殿だが、我々が採取するまでの長時間海中にあったはずなのに全く濡れていない。おまけに浮きも沈みもしない。水の影響を無視して海中で一定の高さにとどまるのだ。そして流されているわけでないのに移動も行うときた。つまりどういうことなのかしら。わけがわからないというのが正直なところ。間違いなくこの世界にあってこうして手に取ることもできるのに、
自然界の法則を無視して存在しているのよ。強いてあげれば嫌いの性質に近いかもしれない。拙者たちの想像も及ばぬ方法で動き、自ら守られ移動も行えていると思ってよい。嫌いの性質に近いって、まさか爆発したりするのですか？爆発？丸一日は会場で様子を見つつ調査したが、まあ今日明日吹き飛ぶことはないようだ。でもセイレーンの船にあったものという時点で絶対の安全を保証できるものではないのですけどね。それと会場に今も残されている他のキューブ軍は、各々が意思を持っているかのように移動を始めておるのだ。おお、嫌だ。これは相当気味が悪いですね。このままでは獣王の領海を越えてユニオンの方面にまで流出してしまうだろうな。その先はどうなるかわからぬ。場合によっては外交問題にまで発展してしまうかも。私たちで判断できる範囲を超えているから指示を仰ぎに来たのよ。赤木よ、すまぬがまた知恵を貸してもらえるか？おお、長門様は赤木殿のことをよく信頼されているのですね。ふふ、獣王のことと希望危険にかけては赤木にかなう者などこの世におらぬからな。私に頼りっきりではいけませんよ。しかし今回は難しい局面ですし、ま、よしといたしましょう。希望聞け、まさか悪巧みではないだろうな。それでどうなさるおつもりだ？下手に動けば他の陣営はもちろんセイレーンを刺激することになるかもしれないけど。ならば上手に動けばいいだけのことよ。早速だけどユニオン、それからロイヤルと鉄血にも伝達を、四陣営合同で大演習を行うのよ。おー、島風、赤木殿のお考えがさっぱり読めませぬ。改めて自分の不甲斐なさを痛感する次第。世もさっぱりわからん。赤木、今回のはちと難易度が高いのではないか？高尾は意図がわかるか？大演習。ふむ、拙者は面白いと思うぞ。高尾ちゃん、無理はしなくていいわよ。失敬な。誰にでも得て増えてというものがあってだな。私にはわかる。演習にかこつけて他陣営を利用しようというのだろう。だが言い方が良くないわね。陰ながら協力を仰ぐだけよ。他陣営に連絡は行うとして、立法キューブは最終的にどうするのだ？ユニオン、ロイヤル、鉄血と分け合うのか？獣王の領海で破壊したセイレン艦にあったものなのに引き渡さないわ。獣王で責任を負うのが筋でしょう。劇物でないかどうかそれ次第ではあるけどね。ほう、獣王で独占するのか。世はあまり関心せんが。最終的にどうするかはさておき、あまり一切を公にするのも危険だと思うし、今回は私も赤木に賛成する。特に鉄血には気をつけたいわね。おう、そうだな。鉄血はセイレーンの技術研究にご就寝だ。迂闊にキューブを渡そうものなら暴走の可能性もあるだろ？考察があっているなら素直にそうとだけ言ってくれぬか。いっそ鉄血だけは演習仲間から省こうかしらね。それはそれで別の問題に発展しちゃうわよ。赤木、必ず足並みを揃えて四陣営で行うべきだわ。キューブのことは伏せながら回収に当たるのだから、省いたりしたら余計な詮索を招いてしまうでしょうし。そうね、分かったわ。四陣営で足並み揃えましょう。うむ、話はあらかたまとまったみたいだな。くれぐれも誰の血も流さないように頼む。赤木、期待しているぞ。
ありがとうございます。御心のままに。そうそう、獣王内の伝達については島風に頼もうかしら。私めでよろしいのですか。あいにく皆様のお話を半分も理解できてはいないのですが。むしろそれがいいのよ。あとは準備の日程と会場ね。それならあの会場リゾートを使えばよい。しばらくは催事もないのだ。あそこなら皆が集まるにもうってつけであろう。そうですね、お言葉に甘えそのようにいたしましょう。ではアタゴとタカオは設営を手伝ってくれるかしら。はーい、心得た。となると私はまさか最も面倒な障害役か。はーい、みんな行った行った。相変わらず人使いが荒いな姉様は。仕方ないな、行ってくる。島風も了解しました。あら、新平ちゃん綺麗な瞳をしているわね。せっかくの機会ですもの、獣王や他のみんなと一緒に頑張るといいですわ。みんなでも幸せになりましょうね。先輩の皆様方には存在感だけで圧倒されますが、この輪の中に加われて自分は今幸せです。お呼びがかかったのは私だけとはいえ、駿河殿もできればこの場にお連れしたかった。もっと話が弾んだでしょうに。面倒。加賀さん。ん？駿河か。先日はご苦労だったな。少しは高尾とアタゴの説教で懲りたか。ええ、さっきまで始末書書いていましたし。そうか、せいぜい何かの糧にしておくれ。加賀さんは何を。ああ、姉様からまた厄介事を頼まれてな。これから各国の要人に会いに向かうところだ。そんなことが。急ですね、お邪魔をしてしまいました。構わん。ところでそういうお前は。どうした、新平、道にでも迷ったのか。私が案内してやろう。茶化さないでいただきたい。姉様を交えた打ち合わせは先ほど終わったところで、島風なら赤いブイが浮かんでいる航路で帰っていった。すれ違わなかったのなら道をたがえてしまっているぞ。てっきり相方のことが気になってきたのかと思ったが、違ったか。いいえ、違いません。あやつのことを教えていただきありがとうございます。それでは引き返します。あの島風に足で追いつくのは至難の技だろうが、せいぜい頑張るといい。ではな。てるんだろうね。島風に会いに来た。それって何をするため。パートナーの縁ってやつだから。お礼なら前にも言ったし、独り言みたいにだったけどさ、私は結局人が恋しいの。なんだかさっきより天候悪くない。あれ島風、あんな海のど真ん中で何をしているの。隣にいるのは誰。ごめんなさい、今日はもう行かせてください。埋め合わせはいつか必ずしますので。いつかがいつなのかはっきりするまではそうはいかないな。落とし前の意味ちゃんとわ
風の手では直せそうにないものですから、せめて機械に詳しい人を呼ばないと。あからさまにヤバそうな奴に絡まれとる。こっちは大切な偽装を台無しにされてイラついてるのよね。で、いつなの？その人、いつ直してくれるのかな。はあ、そんなに目をキラキラさせながら質問をされましても。キラキラじゃねえよ、ギラギラだよ。獣の目をしているよ、お前のお相手。一体どこの国のやつだろう。なんだろう、あいつを見てるだけでおかんがする。この嫌な感覚、つい最近味わったような。こんな時セルガ殿さえいてくだされ。ばえ、うーん、セルガだって。面白い名前が出てきたね。その子ならどうにかしてくれるんだ。うわ、その、なんと申しましょうか、不甲斐ない私の至らないところをびっしりと指摘してくださるパートナーのような方です。まあ駿河殿の方は島風をどう思ってくれているかちょっと分かりかねるのですがね。おお、いいねいいね、発展途上の関係っていうのには私興味があるな。そうでございましたか。じゃあとりあえずそいつもここに呼んじゃって。あ、いや、それが今どこにおられるかは分かりませんし。いやー、こっちに目を合わせるなー。ねえ、さっきからこっち見てるようだけど誰？知らない人です。あ、島風、私をかばってくれたの？そっか、ただの通りすがりの人か。ええー、そうよ、私はもう行くから。ちょい待ち、せっかくだからあんたにお願いするね。先日ここでドンパチあったみたいなんだけど、そこでほら、私の大事なこの機械もとばっちりで壊されちゃったみたいなの。本当に申し訳ないです。相手が精霊ということで島風やけになっておりまして、区別もつかず。で、あんたさ、これ第三者的に見てどう？こいつさっきからずっと謝るだけなんだけど、かえってイライラさせられちゃうよね。でね、よかったら私の代わりにあんたの偽装でこいつを撃っちゃってよ。え？実弾が怖いなら空砲で勘弁してやるよ。ね？いいじゃん、赤の他人なんでしょ？なら遠慮はいらないよね。それとも、やっぱりお友達のことは気にかかっちゃうのかな。この際私があんたを撃つのでもいいけど。こいつ、私が誰か分かってて言ってる。それにむちゃくちゃ置いてくる。私も演習や戦闘以外で人を撃つことはいたしません。あなたたちお二人に私の処遇は委ねます。ああ、もう頼りにしないで、このバカ。何、相手のペースに乗せられているんだ。そこのあなた、名前は？お？私？そうね、ピュリッチとでも呼んで。ピュリッチ、あなたどう見ても獣王のものには見えないけど、旅行者か？どうしたのさ、急にそんなに声荒げちゃって。まあそんなところだけど。ここは獣王の領海、しかも演習にも使ったりする重要な場所。そんなところにどうしてあなたの落とし物があるんだ。それは落としちゃって。普通じゃない、一般人ならそもそもこの近くにも来れない。その壊れた機械、軍事用のものにも見えるけど気のせい？獣王の民に因縁をつけるならまずそちらの素性を明かしてからよ。この主張おかしい。こいつ、いい気になって。
はい、そこまで。時間切れよ。ピュリッチだったかしら。戻りなさい。待てよ、お前が決めるな。この海域の担当は私だ。その通りね。そしてそんなあなたの行動を統括するのも私の役目なんだけど、これについては、これ以上おいたが過ぎるならレイに報告することになるけど、いいのかしら。もちろん私は別に構わないけど、まずいのなら今すぐ戻ってきなさい。3分なら待つ。それじゃ。命拾いしたな、お前ら。一体誰とどうやって喋ってたんだ？あの波が荒れてますのでお気をつけて。あんな奴のこと心配してどうするのよ。駿河殿、島風、またあなたに助けられましたね。そう、とにかく拠点に戻らない？はい。考えることは山ほどある気がするけど、ダメ、今は頭が働かない。さてと、これで臨時の関係者席を確保できるだろう。それでは綾波くん、ドックの拡張の方は君に頼めるか？はい、お任せくださいです。資材が足りない分は明石に発注しておくです。あとは雷、稲妻、浜風、そして夕立、みんなにも手伝ってもらうから大丈夫です。すまないな、あれもこれもお願いしてしまって。高尾さんこそ、この急なスケジュールの中、駆逐艦のみんなの面倒も見ながらなんて、とってもお疲れ様なのです。拙者はこういった状況も修行の一環と捉えているからな。少なくとも苦ではないさ。ご立派なのです。どちらかというと会議で赤城さんや皆の話についていく方が大変に感じるな。なるほど、わかる気がするのです。そして先ほどからずっと熱い視線を感じる綾波。突然のことで困ってしまうのです。そんなすぐには応じられないのです。綾波さん、変な言い方はやめていただきたいのですが。ふう、お前ら一体どうした？特に島風とはさっき別れてからそう時間も経っていないはずだが、両名ともエンストでも起こしたような鬱屈した顔をしているの。正直なところ厄払いを受けたいです。おいおい、拙者の領分ではないぞ。また何かごたごたにでも首を突っ込んだか？つける薬もないな。高尾さん、二人のために演習場の一つを開放するといいです。今日はこの後使用予定がなかったはずです。ふむ、偽装テストの名目で試験機相手に打ち込んでくるか？それで心の落ち込みなら多少晴れるかもしれないぞ。よろしいのですか？それではお言葉に甘えさせていただきます。たぎってきた！しばし待つがよい。私ですか？
レベルって何？それから数日は小規模の訓練に没頭することで気持ちを切り替えておりました。あ、もちろん赤城殿に頼まれていた合同大演習開催の告知は方々を駆け回りバッチリ行ってきましたよ。獣王だけでなく他陣営の方も大勢参加されるのです。国中が湧き上がったのは詳しく説明するまでもないでしょう。そうそう、私が遭遇したあのおっかないお方、ピュリッチさんとはその後お会いしておりません。所属も含めていろいろと謎の多い方ではありましたが、偽装について楽しげに語る時の表情には裏表がなかったように思うのです。もしまたお会いする機会があるようでしたら、私偽装の一つでも自力で直せるようになってから面と向かって話し合いたいものです。ピュリッチさんとは会わなかった一方、取材に燃える青葉さんと明石さんには日々追いかけ回されておりましたが、そしてそんな一週間の後、早いもので合同大演習の初日と相なったのです。さて、それはそれとして、駿河殿、こうやって何度もお並びできるとは島風喜びの極みであります。たまたま入場ゲートが同じだっただけだろう。わ、テンション低い。ああ、駿河殿、やはり島風がついてくるってくるのは嫌でございますか。取り乱すな。別にそれを嫌だと言ったりはしてないでしょう。好きじゃないんだ、こういう派手なところ。さようでございましたか。そういえば海上リゾートにお越しになられるの駿河殿は初めてで。それが何か。しばらく話しかけるのは控えよう。規模が大きかろうと所詮は演習なのに、入れ込む奴の気が知れない。ブツブツ。いえいえ駿河殿、この演習には何かしら重大な開催理由があるようなのです。というような話は今はしないでおこう。何か言いたそうね。いえいえ、そんなことないです。どうかどうかご機嫌をお直しください。駿河殿から視線を逃がす。山城さんと金剛さんだ。来場者の受付をやっておられるようですね。そしてその手前におられるご一行様は？ユニコーンちゃん、パスポートまだ見つかりませんの？これはどこかで小豚ちゃんでも見つけてやってもらおうかしら。ごめんなさい、すぐ見つけてくるから。申し訳ございませんわ。ロイヤルの皆様といえど、必ず全員分のパスポートを拝見する決まりになっておりまして。いえ、当然のご対応ですわ。パスポートの紛失はこちらの落ち度、どうかお気になさいませぬよう。あのすぐにスタッフを呼んで一緒に探させますね。
揉めているようです。あれ、ひょっとしてパスポートってあれかな。え、駿河殿、パスポートの方向へ、まさか。落とし物はこれじゃないかな。ユニコーンちゃん、もうなくしちゃダメですからね。あの、本当にありがとうございました。いえ、スルガ、さすがですわ。あら、あなた、ちょっとかっこいいじゃない。私たちロイヤルが恩に報いないとでも。エイジャックス様、素直にシャイをお伝えくださいませ。私からもお礼を申し上げます。この度は本当に助かりました。何かお返しを。はい、はい。それでは。あ、逃げた。追いかけなきゃ。スルガ殿、見届けましたよ。国外の方をしっかりすかさずお助けするとはお見事でした。また目立っちゃった。駿河殿、その昔目立ってしまうことで何かあったのでしょうか。まあ今は聞きますまい。島風はこれから先も駿河殿のお役に立ちたいです。邪魔かもしれませんが、どうかご堂々の許可を。ああ、わかったわかったわよ。じゃあ早速だけど役に立って。はい、なんなりと。会場まで案内して。わからないのよ、道。これから本当は油売って過ごすつもりだったのに。残念ながら油はもう売り切れたようですね。ささ、ここまでは来たのです。共に開会式に臨みましょう。はあ、めんどくさい。スピーチする側じゃなくて聞く側でしょうに。耐えてください。誰かいらっしゃいますね。あ、ザオシャンハオ、おはよう。その服装、陶工の子？うん、よく知ってるね。えらい。ここでどうされました？ひょっとして合同大演習の開会式に？そうそう、みんなの後ろをついていけばなんとかなると思ったら、さっきの人はただの観光客だった。危ない。セーフでございましたな。では共に参りましょうか。うん、いいよ。喜んで。ピンハイが一時的に仲間に加わったぞ。会場に着くまではピンハイオートで戦うね。でも強いよ、だから問題ないよ。ありがたい申し出ですな。まあもっとも、ここから会場まで歩いてあと3分もかかりませんけど。え、そうなの？え、そうなの。見つけた！敵との遭遇です！レディース&ジェントルメン！参戦もそうでない皆様も、本日はよく来たにゃ！合同大演習司会と審判を担当する明石と申すにゃ。獣王主催、世界を巻き込む一大イベント。それはうんと綿密な計画をもとにコツコツと練り上げられ、まあ開催が決まったのはつい先週なんだけどね。ユニオン、ロイヤル、鉄血、そして今回支援と協力をしてくれた全ての勢力の皆様、とってもとってもありがとうにゃ。獣王のコネクションはすごいですね。加賀さん、頑張られましたね。ドンファンも
すぐ名前が呼ばれるようにならないかな。まずは主催者の赤城に初めの挨拶を行ってもらうにゃ。親愛なる世界中の皆様、ようこそお越しくださいました。先の世界親善試合を経て、世界の結束はより固まったものと考えております。ひいてはその力を今一度確かめ合う必要があると考えます。この開会式の模様とこの後に続く演習も、すべて全世界に同時に中継されております。おー、世界の皆様に観戦の素晴らしい活躍を改めてご覧に入れましょう。そして赤城のことだから何かを仕組んでいるんじゃないのかとお疑いの皆様は、ことさら中継内容には見入っていただければと存じます。今回の演習を通じ、相互理解がより進み、ひいては世界の結束をさらに強固なものにできればと考えておりますわ。大演習が起こすであろう大きな波、国や人種を超えてその流れが交わり、クロスウェーブを起こすことを望むものです。ありがとうございました。ありがとうでしたにゃ。丁寧な口調を使っても後半ステージのボスキャラ感はなかなか払拭できないのが、同僚としていかがなものかと思うにゃ。巨大なお世話よ。ああ、でも赤城のさっき言ったことは本当にゃ、保証するにゃ。それを裏付けるビッグゲストたちの登場にゃ。まずはユニオンのエンタープライズ入ってきてにゃ。獣王の、そして世界の皆さん、赤城よりお招きいただき、仲間と共に参上したユニオンのエンタープライズだ。え、本物なの？信じられない。この目で彼女を見られるなんて、島風感激です。おー、よくわからないけど驚いておこう。スピーチは得意ではないので、お聞き苦しいところもあるかと思うが、どうかご容赦いただきたい。先日の世界親善試合では、戦いを通じて獣王の皆様の素晴らしい闘志を見せていただいた。企業を巻き込み、世界中が参画した泥沼の試合となったが、重大な事故もなく、最後は平和を誓い合って終われたことを、参加者の一人として今でも誇りに思っている。獣王の皆様には、私とホーネットとヨークタウンが毎試合半身に緊急修理の包帯を巻いて参加していることについて、どう見られているのか正直心配だったが、ユニオンが我々を通じて獣王でいうブラックに見えるのではないかと。ヨークタウンなど3ヶ月安静にしているようにと医師から言いつけられてしまったところ、仕方ないので3日間だけ休んだりしてたことを、当時いかに人手不足であったかがよく分かってもらえると思う。結局のところ少数精鋭だけで事態に対処するには限界があるということだ。これが分かっただけでも骨を折った甲斐があったと言えよう。今回は教訓を踏まえ、ベテランからルーキーまでいかなる状況も対応できるよう幅広いメンバーを揃えて出場することに決定した。赤城をはじめ、また皆様と同じ舞台に立ち、互いに切磋琢磨できることについて今からとても楽しみにしている。以上だ。ご清聴いただき感謝する。ありがとうございましたにゃ。椅子はそちらですにゃ。いや、得意ではないとか予防線張っておきながらうまくまとめてきたにゃ。そんなにスピーチ頑張っちゃって、次の大統領選にでも出馬する気なのかにゃ。そうね、
これ以上有名になるのは控えた方が良いのではなくて誘ってくれたのは赤木の方じゃないか。ええ、逃げなかったことについては褒めてあげますわ。どう考えてもお前に誘われたら参加しなかった方が後が怖いだろ。ユニオンのジョーク嫌いじゃありません。だけどあまり人様のことをおっかなく言わないでほしいけどね。すまなかった。そうだな、私自身は赤木を怖いなんて思ったことは一度もないぞ。あら、侮られたものね。いやいや、私が全力を尽くせる相手、素晴らしいライバルということだ。そう言いたいだけだ。あっと、ここで握手にゃ。世間では仲が悪いと噂される二人ががっちりと握手を交わしたにゃ。あおばあ、撮ってるかにゃ。あ、言われなくても撮ってた。さすがだにゃ。実はこっそり足を踏み合ってないかにゃ。ウィンドウを消して確認。そんなこともないよにゃ。仲が良くて何よりにゃ。次のゲストも超大物なんだにゃ。もう呼んでくるのにとんでもなく交渉に難儀したにゃ。本当に本当に苦労したんだにゃ、加賀が。私のことはいいから早く進めてくれ。了解にゃ。それでは見て聞いて驚くにゃ。鉄血のビスマルク、どうぞ。鉄血のセイレーン研究家だ。実在の人だったんですね。すごい。すごい。改めまして、鉄血のビスマルクよ。世界親善試合以来久々に公衆の面前に姿を現したため、どういう顔をしたらいいものか未だに決めかねている。今この顔で役はこなせているのかしら。ああ、よくやっているぞ。ありがとう。ユニオンのお墨付きもいただいたとは高くつくのでしょうか。鉄血は今回の大演習について協賛という立場で参加させてもらうが、鉄血による偽装の研究はセイレーンの技術を解析することにより他より進んでいると自負しているわ。そこで D23 とプリンツ・オイエン、そして U81 をサポート要員として参加させている。ぜひ鉄血の技術の進化を見定めていただきたい。あれ、ビスマルクさん本人は参加しないのかにゃ。私はあくまで監督という立場なので。釣れないにゃ。でもこの人もしかしたらラスボスかもしれないから今はそっとしておくにゃ。ビスマルクさん、スピーチありがとうにゃ。それじゃあ最後は誰かわかるかにゃ。ロイヤルからこのお方の登場、どうぞにゃ。はーい、どうもの出番ですね。全力で目立っちゃいますよ。これは意外だにゃ。今のうちに喋っちゃいますね。何なんだあの子は。可愛い方ですね。なんで出てるの、羨ましい。はーい、ロイヤル代表のジャベリンです。趣味は弁当作り。最近の舞妓では、はい、PR タイムは終了にゃ。うわ、マジか。クイーンエリザベス様とウォースパイトさんの命で大本命に来てもらってるにゃ。フットさん、
そろそろ来てにゃー。お待たせいたしましたわ。ご機嫌うるわしゅうございます。ロイヤルネイビーの栄光フット、ただいま参上いたしました。フットさん、さすがにエリザベス様は来れなかったのか。あ、でもフット様ですよ。美しいですね。その辺は認めるけど、何かビスマルクの様子がおかしいよ。どうしたんだビスマルク、怖がってるじゃないか。ねえ、いかがされてしまったのでしょうね。ごめんなさい、先に失礼。待て、フットはお前に微笑んでいるぞ。説明するにゃ、ビスマルクさんとフットさんは世界親善試合の時に。ハルト！にゃ！いや、やっぱりこれ以上言うのはやめておくにゃ。言わなくてもみんながわかってるわ。うん、因縁あるんだな、ということはわかる。今日フットも来るとわかっていれば。カガ、あなた。私かよ。私は本人の了承のもと会場へお連れしただけだからな。それ以上の役目はない。後のことは当人たちで解決しておくれ。はい、加賀さんのおっしゃる通りですね。ぜひそのようにさせていただこうと思いますが、全ての出会いがうまくいくわけではございません。時と環境、運命のいたずらにより喧嘩別れとなってしまうこともまたあるでしょう。思えば世界親善試合でも後半、試合であることを逸脱したラフプレーが散見され、乱暴な開口もありました。ありました。近いわね。ただ自身の所属する陣営のため、人々のため、熱心に頑張ること自体は誰が否定できましょう。え、私は赤木さんが用意してくださったこの舞台で、今一度私たちロイヤルのメンバー全員でロイヤルネイビーとしてあるべき姿をお見せいたします。そしてそれに応えてくれる全ての人と今度こそ真の友情を育みたいと考えております。それこそ本日の出席はできませんでしたが、陛下のご意志でもございます。どうか皆様よろしくお願いいたしますね。さあ、四陣営の主要人物が揃っている今のうちに、記者さん撮影タイムにゃ。よし、感情フットボールよろしく。肩でも組んでおくか。この4人でさすがに無理があるでしょう。仲の良さがアピールできるなら何でもいいのですけどね。どうしようかしら。赤木、握手だ握手。いいですね、それにしましょう。よろしくて、お三方。おっと、実行委員長の永田様、ナイスなアイディアにゃ。今ここに四陣営ががっちりとお互いに握手にゃ。すごい、皆様やっぱり仲がいいのですね。島風は感激しました。この平和が長く続けばいいけど。さらっと恐ろしいこと言わないで。さて、長い開会式もこれで最後にゃ。明日からの本戦を前に、ここいらで一つ午前試合をやってもらうにゃ。へえ、そんな催しまであるんですね。うわ、早く終わってほしいのに。面白かったけど、聞くだけでも疲れたよ。呼ばれた観戦は前へ出るにゃ。呼ばれないかな。お、ピンハイさん。ピンハイさんが呼ばれるようにお祈りしますね。一人目は獣王の島風にゃ。うへへ、私外れちゃった。なんかとっても片付けない。二人目は同じく獣王の綾波にゃ。おー、綾波ですか。はっはっは、雪風様の幸運のお裾分けなのだ。ありがたく受け取るのだぞ。この後の演習では改良した模擬弾を使うにゃ。
見た目は派手。でも当たってもあんまり痛くないし、海の生物への影響も極小という超優れものにゃ。なるほど。島風、お互いで試し打ちをするということです。大丈夫、ちゃんと手加減もするです。それはありがたいですね。手加減モードどうもですよ、綾波さん。はい。と思ったけれど、見物客の中に吹雪たちもいるようです。かっこいいところを見せたいから、手加減しつつも本気モードで行くです。どっち？助けて駿河殿、島風このままだと大衆の前でコテンパンにされる。ご指名はあんたと綾波さんだけでしょ。頑張ってきなさいよ。せっかくだから駿河も島風と一緒に向かってくるといいです。面白そうにゃ。許可する。いやは、臨機応変な運営って素敵ですね。後輩相手にこれくらいはいいハンデなのです。綾波、何事もほどほどにだぞ。行ってきた。イラストリアスもあなたと一緒に待ちますね。妖怪なのです。正々堂々と戦うにゃ。頑張るのです。逃がさないです。痛いのを。えい、いっとけ。逃がさないです。せやえい、痛いのを。逃がさないです。まずいまずい。綾波たちならやれる。ほらほら、えい、すごい準備できた。綾波たちならやれる。ぶっ飛ばしてやるわ。逃がさないです。えい、急な間違い。バク、やられちゃいますよ。いいですか。そんな、綾波たちならやれる。あなたともあろう人が。綾波たちならやれるです。えい、すごい準備できた。そんな、いざ。まだ急なご指名。じゃんじゃん行くよ。じゃないけど。痛いのを。綾波たち、とりゃとりゃとりゃ。まだ大丈夫。ほらほら、そんな、大丈夫です。綾波たちならやれる。ほらほら、です。せやー、えい、体の気力不足です。ぶっ飛ばしてやるわ。守備をおろそかにしないで。どうかしら。綾波たちならやれる。これ、えい、くらえ。綾波たちならやれる。どうかしら。えい、痛い。綾波たちならやれるです。これ、えい、こんなのって。逃がす。いざ。綾波たちならやれる。無理よ、こんなの。逃がさないです。どうかしら。綾波たちは、このまま行くです。